裏抜けするタイミングとか走り出すタイミングとかも素晴らしいなと思って見てます。彼の場合はですね、もうさらに高みを目指している、今の自分に満足してない、日本の若手の中でですね一番ビッグクラブに近い選手だと思います。ビッグクラブでやれると思います彼は。まあ僕自身もね、若手がこうやってどんどん出てくると僕自身も負けたくないと、若手なんか負けないみたいな。チャオトゥッティ、皆さん今日はですね日本代表の期待の若手編をやりたいなと思います。まあ本当に、すごくね期待できる若手はたくさんいるんですけど、期待の若手はたくさんいるんですけど、その中でですね3人、期待の若手を皆さんに紹介したいと思います。これもねたくさんいるんでなかなか、3人絞ることって難しいんですけど、若手って言ってもですね世代的には東京オリンピック世代の若手に絞りたいなと思います。前にですねテクニック編で、久保建英をね出したんですけど、まあ彼はね本当にすごい能力持ってて、まあ、本当に別格だなと感じてるんで、まあ、今回は竹内は、抜きでまず1人目小川航基選手です。これはですね僕も小川選手のことは、まずお会いしたことないのと一緒にプレーしたことはないんですけど、であとプレーもねそんなに詳しくずっと見てるわけではないです。日本代表のアンダー23の試合とかで本当にこうたまにこう見たりとか、あとは本当にハイライトですね、彼の点を取ったシーンとかを見たんですけど、本当にこうゴール感覚といいますかもう優れてますし、裏抜けするタイミングとか走り出すタイミングとかも素晴らしいなと思って見てます。あとですねフィジカル的にですね、これからもっともっとそこの部分を伸ばしていけたら海外でも活躍できる選手だと思うんで、僕自身期待してます。まあ、あとはですねやっぱり日本代表にいいフォワードが出てきてほしいという思いもありますので、やっぱりねフォワードはすごく大事ですし、フォワードがねやっぱり苦しい時に点を取ってくれて試合に勝つっていうね、やっぱりこう試合を決めるすごく大事なポジションなので、まあ、本当に育ってほしいなという思いも込めて、はい、小川選手にしました。次ですね、次は2人目です。2人目は堂安ですね、リツです。まあ、リツはですね日本代表で僕は一緒にプレーしてるんですけど、まあ、彼はねまず彼のいいなと思うところはやっぱりこの吸収しようとするマインドですね、何でもやっぱり成長したい、この向上心がすごく高くて野心あって、とにかく何でも吸収したいっていう、もうこの気持ちがありますね。これすごく大事なポイントで、やっぱり若手選手で若い頃日本代に入ると勘違いしてしまう選手ってたくさんいるんですよ。もう俺は日本代表だと、別に天狗になってしまうと言いますかね、っているんですけどね、彼の場合はですねもうさらに高みを目指している、今の自分に満足してないっていうその、まあ、マインドがやっぱりありまして、なんでね僕にもねいろんな経験こうもううざいぐらいこう聞いてきたりですね、もう僕が、まあ、いつもトレーニングをしてるんですけど、そのトレーニングもねもう一緒にやらせてくださいみたいな、とにかくもうすぐに盗んでいきますね、で盗んでまた物にしていくんでね、吸収力もすごいしその意欲もすごいし、これからまだまだ成長するなと、僕は期待を持っています。で能力、サッカーの能力的にもですね若いのにフィジカルがある程度できてましてね、体も強いんですよね、体も強くて、まあ、足元の、ね、技術もあって、すごく、まあ、いいプレイヤーだなと、思いますね。結構もう自分でね結果を残したいっていう思いが強いんで、試合の中でねシュートシーンとかになったら結構硬くなってしまう、もう絶対決めるんだみたいな感じで思いが強い分ね、固まってしまってシュートがいかないとかっていうねシーンも、やっぱりあるんで、まあ、本人もねそれはもう自分で自覚していて、それを改善しようと、まあ、メンタル的なところもそうだし、練習でもね
一生懸命励んでますよね、うん、なんでまあそういうね、あの常に平常心で戦う、どんな、まあ、試合、どんな状況でも、どんな局面でも、うん、平常心で戦える、その、まあ、まあ強さといいますか、まあメンタルの整え方を自分自身でこれからね学んでいったら、まだまだ上に行ける選手だなと思います。まあ今でもね、オランダの、ビッグクラブでね PSG でやってますけど、うん、これから経験積んで、ぜひね、あの日本代表でももっともっと活躍できるようになってほしいなという、はい、思いが僕の中であります。今の方で非常に一番ビッグクラブに近い選手だなと思っています。はい、言います、冨安です。冨安ね、冨安、冨ね、冨ね、すげえな。日本の若手の中でですね、一番ビッグクラブに近い選手だと思いますね。ビッグクラブでやれると思います、彼は、うん、もうフィジカル的にも相当優れてますし、でまだ今でも伸びてるんですよね。で技術、足元技術とか、やっぱり190ぐらいねある中で足元技術優れてて、でなんだろうな、ブランチとかもできるんですよね。で日本代表はセンターバックやってるんですけど、今イタリアのねセリアのボローニャっていうチームで右サイドバックをずっとやってるんですよ。これねすごいことで、あの190のタッパでですね、足元あって右サイドバック、イタリアでね、イタリア相当厳しいんですよ本当に。あの守備も細かいし、本当にその厳しいリーグでずっとレギュラーで出て活躍してる。であの年でしょ、若いでしょ、トミーが20歳とか21とかでしょ、相当すごいですねこれは、うん、僕もねイタリアでずっとプレーしてたんで、イタリアの本当にこのイタリアで活躍する難しさって本当に自分自身が一番感じていて、それをねもう1年目からあの若さで、まあレギュラーをしっかりとってね活躍してる、うん、これねもうもうぜひねマルディーニとかねセルヒロ・ラムスとか、もうそのレベルにもう本当行ってほしいなって思えるような選手ですね、うん、でねまたね真面目なんですよ、めちゃくちゃ真面目で、めっちゃいいやつ、うん、これはね彼あの若さで、まあ日本代表入ってね、日本代表でもこうレギュラーでこう出てるけど全くおごりがないですね、うん、もう本当に謙虚 で本当にトレーニングに対しても熱心で、だから、まあ、そういう部分を見ててもまだまだこれから伸びるだろうなと、うん、あと大きな怪我絶対してほしくないですね、うん、それだけ祈りますね。それさえなければあの彼上に行きますね、ビッグクラブ行けます、ビッグクラブでも戦えるあの実力持ってます、うん、そのぐらいあのもう本当にすごい選手ですね、うん、まあ本当にトミが最初に日本代表入った時にね、あそこまでこんなに一気に伸びるなんて、こんな短期間で伸びるなんて正直思ってなくて、うん、あタッパのある選手がね日本代表にセンターバックが出てきて、うん、この選手どのぐらい伸びるんだろうなっていう感じで僕も見てたんですけど、もうあの成長率がねもうえげつないですよ、うん、ありえない成長率で成長してて、しかも、もうサイドバックでしょ、あれ。サイドバックもセンターバックもボランチもできる。マジですごいですよ。いや、羨ましいね。僕なんかさ、もうタッパーがね、ないから小さいからさ、本当にそういうところでは、まあ、いい部分もあるんだけど、小回りが効くとかいい部分もあるんだけど、やっぱり、やっぱタッパー欲しいよね。身長欲しいよ。うん、だからめちゃめちゃ羨ましいの。あんだけ、ね、タッパーあって、技術あってね。しかも試合の中でも冷静でね周り見れるんですよ、うん、慌てない慌てないんですよ。いや本当に素晴らしい選手だなと思います。これから、うん、本当にもっともっと伸びて、怪我せずにもっともっと伸びてほしいなと、うん、いうふうに思いますね。まあ他にもですねすごいね、いい若手選手がたくさんいるんで、まあ、そういう選手たちも本当に日本代表の中心になって、うん、まあ、成長してほしいなというふうに思いますね。まあ、僕自身もね若手がこうやってどんどん出てくると僕自身も負けたくないと、若手なんか負けないみたいなおっさん魂がね働くんで僕も刺激もらえるんですよね、うん、なんで、まあ、どん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 みんな成長して、まあ、切磋琢磨しながら日本サッカーのレベルを引き上げてほしいなと思いますね。はい、そういうことで
今日は日本代表の期待の若手を発表しました。またこれからも、どんどんサッカー談義も含めて配信していくんで、皆さん登録の方よろしくお願いします。それではチャオチャオチャオ。